さあ、それでは次の、3体の友様をぶっ潰しに行きますよ。こっちからグイッと行けばすぐですよ。この辺らしい。高いところにいるわけではないよな。いた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 。チース、ご機嫌麗しゅう。優雅に飛んでらっしゃいますな。キーチッチチ。え？誘っているのか。冷や水。おお、イノムーさん、これ教えてくれてんのか。お、コジョフいいんじゃん。ぬおー、また変なところに置いて。10万ボルトもらったからまあ許す。どっちが正しいんだこれ。お、ヌオーが泳いでる。位置感覚がつかめねえぜ。お、ニューラもいるじゃん。よし、出るか、とりあえず外。お、いるみたい。いって、なんか踏んだ。シビシラスだ。遭遇しちまうとちょっと厄介なんだぜ。そう、フィールドの分時間がかかる。だいたいあいつのタイプを予測してぶち込みに来たのさ。いや、こいつ走らせて疲れさせようとしてるのか。木？あたぼうよ。さあ、ぶっ潰して差し上げよう。キッチキッチー。モルペコさんがこんなにも頼りになる。素早さが上がった。さあ、ぶっ飛ばしてやるよ、稲妻ドライブ。ああ、はい、なるほどね。そうっすね。じゃれつく。やるね。これ浮いてるけど意外と飛行じゃないパターンって結構あるからな。行くぜ。ついや、等倍だったわ。やっぱそんな気はしたか。やるじゃん。そう、羽がついてるけど飛行じゃないパターン。例えば浮いてるけど羽がついてないパターンだな。一見飛んでそうにしか見えないけど飛行ついてないって言ったら、炙りもんでもフェアリー虫、あ、炙りもんだわ、まさにそういうパターンかも。悪が今一つだからフェアリー毒か。なるほどね。よし、降りたか。さあ、残り1体だ。あいつ地面っぽくもあるよな。よこせおめえ。よし、カワウィ。
まあ、すぐりくんにもいろいろあるのさ。もう一戦ぐらい交えそうだしな。では最後の一体、地面の予感もしますが、行きましょうか。飛びます。おお、めっちゃガクガクしとるやん、あいつ。テンション上がってんな、あいつ。こんにちは。もうこの場でやるかい。パワフルなやついた。ぬ？話が早いね。こいつは意外とシンプルに毒、悪とかだったりしてな。ぬんだぬんだぬんだフル。防御が上がった。ではこう、えげつないお座りさせてやる。おお、通った。おお、意外とドンピシャかもね、タイプ予想。とどめは私。こいつ典型的なガチグマ系のステータスに見えるが、どうだろうね。さて、まさかの毒格闘？まあありがちか。毒ロックぐらいしかいなかったから、ある意味珍しくはあるのか。通過、この助け超助かるわ、マジ。うお、毒の鎖、毒種の猛毒版ってやつですかね。もしかしたらこのイーネイヌが実質純伝説に該当するポケモンであれば、発動率も5割ぐらいに上げられてる可能性はあるか。突撃、よし。お座り。さあ、これで合計3体お仕置きしましたが、さあ回収しましょう。どういう顔やねん。やったぜ、オニオ。お願いがあって。ほう、行くか。そう、美貌パワーでなんとか、よろしくお願いします。まあ、所詮モブカスには荷が重いだろうて。そう、ネームドキャラクターの意向で思い知らせてやろうぜ。やっぱやだよね。お、こんにちは。本当にいたのか。
そう、スグリを信じる、俺を信じる、スグリを信じろ。ポニー？マジかよ。それで、もともと鬼の信者だったスグリ君が言っても信用してもらえないのでは。スグリが一晩でやってくれました。ずいぶんと物分かりがいいな。ポニー、バイバイ。ポニー、ポニーを、あかん、すぐりくん。オーガポンの意志は、ポニー、これつらいだろう。まさしく、君はオーガポンのこと好きかもしれないけど、オーガポンは君のことそこまで好きじゃないよっていうのを言われたようなもんだし、本人も分かっててこれから戦うわけでさ。やるぞ。決闘の時は雨と相場が決まってるのよ。でもなんだかんだ目が優しくなるんだよな。お、いいぞ。ダーティング。この一瞬で君もだいぶ頑張ったな。猫魂。一矢報いてくる。おお、やるね。君もたすきを。リーフブレイ。神のステータスでは少々あれか、一撃で落とせないぐらいになってきたかと思ったけど、天狗ではちょっとわからんだ。こいつ結構脆いんでね。ニョロボン、まだいたようで何より。ニョロボンなら耐えるかもしれません。70ぐらいあったら。うらえ。おお、いった。大ノーズ。にしてもこの子はあれだな。なんかいろいろ分かってるけど、一生懸命に立ち向かおうとするそのチャレンジスピリッツ。君人気出るぜ。マジ。多分。というか、この子はもっともっとどんどん強くなっていくだろうな。ほう。ヤタピで特攻を上げて。ボディープレス、どういうことだってばよ。
オーケー。つうか大ノーズがボディープレス使えるのって、そうか、ガラルにはいなかったから今回やっとこさ確定したか。つぶてー、つうかお前レベルさたっけ。だけど特防は足りていない。こいつポイシー型だったりしてな、あるかもしんねえ。ヤンマー、つうかさ、大太刀とグライナに実はそう事前情報にはなかった追加進化がみたいなことを勝手に期待してたけど、それどころかクビになってるんだけど切ねえ、あまりにも切ねえ。カンロラミツですが大して意味はなかろう。落ちるかな、落ちたか。さあ対戦ありがとうございました。あこれは謝んなよマジ。はい、いきます。さあ君の実力を見せてもらうぞ。ほう、さてガオ、ホニオ、おそらく炎タイプになっている。なぬ、うお、マジか。おお、お面をテラスタルさせる。面影宿し。おお、かまどの仮面って言うんだ。容赦せんぞ。意外と一気にいった。それでいてグラスフィールド。ほう。もう一丁。まだまだあるだろう。ほう。ピエン。なんかシュールなんだけど。そうきたか。しかも片方の涙にテラスタルマークがある。これどんどん強くならないか。つぶて、よし、けたぐり。こいつ格闘持ちなのか、もしかして。くっ、半分を超えてしまったか。次乱数だな。うん、足りない。
やってくれるぜ。ですけど、さっきのレイドに比べると耐久はそんなにないように見えるね。マシマシラがもしかしたら特防やばい可能性があるな、こうしてみると。さあ残り2つあるぞ。鋼か？すごい圧を感じるぜ。面影宿し、よし、やはりか。来、よし、なんかあの羽の広げ方がまるでギラティナのようだね。よし、こいつ案外単タイプのパターンかもしれんな。最後か、エモいやつ来るじゃない。さあ見るからに草ですね。何笑ってんねん。面影宿し、素早さか。いきます。特防あんま高くねえ。スターコンボ、いってえ。なかなかの威力。草も枯れる一撃。あれ追加効果が分かんねえけど、つぶてみたく単純に威力の高い技かな。ブリザードランスとかアストラルビットみたいな。さあ、ギョイ、何にしよっかな。ウルトラでいっちゃおう。おりゃ、イエーイ。すまねえな、すぐ行く。やっぱあれか、シンプルな単タイプか。はい、すぐり君、ジーナ、ムカつく。それでも割り切れないことってあるもんだぜ。あのまま立ち上がれないパターンの人も多いからな。勝負事ってそういうもんです。怖いな。だから勝負したくねえんだよな。さて、トモッコプラザ、行為。知らんがな。モブにしては仕事があると喜ぶべきなのでは。行ってきます。いよいよ完結かな。で、問題は、レベル、こんなもんか。負けん気？へぇ。ステータス的には、割とゴリラかもしれない。
だって努力値振ってるセグレイブにまあ割と迫れるぐらいはあるぜ。うん、そこら辺を考慮すると十分強いと言える。ほう、急所に当たりやすい上級のリーフブレード的な、それを各タイプでぶちまけられるわけか。癖がなくていいね。さて、こんにちは。昨日すごかったろ。部屋に引っこもってる。そうなんだ。ふーん。地味にプライドが高い。男はプライドできてんだよ。いいよ。ほう、使えと使えと、いいぜ。この録画の締めくくりにもふさわしかろう。ぶち込んでやるぜ。これそして託されたと言っていたが、道具なのか。道具だ。あ、岩だった。ふーん、すごいところにいるはい、びっくりするわ。思い出して型破りになった。へえ。ニードルガード、ちょっと珍しいね。石化と宿りギャルっすよこれ。許されるんですかねこれ。間違えてオンラインになっちゃった。空気読んで回復します。じゃあ行くか。行きます。さあこれで本当に最終かな。よろしくお願いします。こっちはクビになってなかった、よかった。にしてもさ、これで威嚇入れてくるのはちょっと意地悪じゃないか。型破りです。オーガポンの強みが少し味わえないじゃない。ケタグリスイヤ、素晴らしい。ギク、また雨降ってきたよ。炎だからしんどいでござるね。球根、これ日照り来るか。来ないぜ。ツタコンボーと思ったけど、こいつそうか、日照りじゃないってことはもらい火か。やっちまったでもさ、そうか、これ型破りもなくなっちまうからさ、多分このお面パワーで面影宿しになっちゃうからな。やっぱそういうことだね。解放者、焼かれる。硬い。ケタグリスイエ。いや、天候の雨に支えられていますゆえ。スイエ。にしてもこの雨邪魔ですわね。やばそちゃー。
スタコンボ。何？おっかだと？最悪。つうか、それ持ってるコンボやばすぎだろ。オッケー、ぶち抜く。急所ってどこよ、絶対当たってないから。その気持ちはすっげえよくわかる。まあ全身かもしんないしね。さあモルペコ、こいつタスキ持ってんだよな。ウッホー、エネルギーマックスいただくぜ。そういえばさ、何気に急所に当たったって言って普通に流してたけど、これ確定急所じゃねえよな。さすがに禁止伝説級なら威力100で確定急所なんていう無法もないとは言い切れないぜ。あ、お腹すいた。かわいいな。オーラグルマやるじゃん。くぅ、奥でなんか二人のカップルなんかしょんぼりしょるな。おいしそう。気になってしゃあない。奥のあの二人、人生に疲れてるようにも見えるしな。スタコンボー、よっこいしょっと。うどりや。母小森、そりゃ最後まで残すわな。ぶん殴ってやるぜ。しゃあよっこらちょっと、そりゃ粉砕完了。対戦ありがとうございました。にしてもなんで君たちとの勝負の時はいつも雨降るんだろうな。さてエンディングかな。お疲れ様でした。ポニオん？はい。おいおいおい。匂わせが。いきますか。みんないいキャラしてたぜ。なあモブ、いきます。ダイナミック帰宅スイヤー。にしても割と広いから軽いかなと思ったけど、多分そうでもなさそうなんだよな。よいしょっと。まあでもわざわざパルデアの方に戻るメリット、あーテラスタルのタイプ変えるあいつ、あいつあっちにしかいねえんだよな。こっちにもいるかな。探してみる価値はあると思う。あーすまねえ、気まずい感じになってしまったね。はい、やったー、楽しかったー、わーよかったな。3箇所北上餅セット、はい、なるほど。寂しい。丸投げしやがった。
あら、ありがとうな。また会おう。ほなな。ありがとうございました。にしてもあれだな、ポケ友様の名誉信者みたいな振る舞いしてたけど、意外とあっさり改心したな。ならないと。あ、やばいぞこれ。もっと強くならないと。ひえ、後編のラスボスかこれ。濃いなぁ。というわけで、多分この前半戦の追加コンテンツのシナリオは以上で終わりですね。楽しみですね、素直に。